私は振りかざした剣を収めることができなかった。自分の意志を貫き通した結果、また孤独になった。社員 MC か。え？ウームに入る？ YouTube 始めるってこと？はい、社員クリエイターを募集してるらしくて。登録者数何人？いや、まだ始めてもないですけど。おいおい、舐めてる。吉岡、それは舐めてるよ。え、そんなんで入れんの？いや、でも一応動画撮って送って合格したらオーディション受けれるみたいですけど。いや、舐めんなよ、YouTube。厳しい世界だ。5年はかかる、5年は。5年。え、どんな動画投稿すんの？ASMR? ASMR? ASMR か、吉岡。ASMR は…吉岡好きじゃん、ASMR。ASMR? うん。吉岡は、あれだもんな。曲とか好きだし。そうですね。タンバリンも好きだもんね、吉岡は。歌ありきの吉岡、イコール、吉岡は歌。ということは、吉岡は生まれ持ってのタンバリンということか。でも先輩タンバリン好きですもんね。俺はタンバリンまあまあ好きだけど、そこまでかな、はい、俺どっちかというとハーモニカとピアニカの方が好きだから。吉岡はタンバリンが好きだからタンバリンの動画とか出した方がいいのかもしれないな。先輩、今日シフト終わったら歌の練習したいんで、部屋借りてもいいですか？あ、いいよ、全然。ありがとうございます。あと一つ聞きたいことあるんですけど、何でもないです。失礼します。あ、何見てんの？ボンボン TV。教室に差し込む夕日が映し出したあの頃の無邪気な影を。社員ならママは安心するはず。私ウームの社員になろうかなって思って。何の会社？何の会社、なんか動画クリエイターさんがいっぱいいる会社。一人暮らししたいなーなんて。あんた自炊とかできんの？できるようになる予定。あ、そうですか。じゃあ、まあ自炊は良かったとして、ね、ご飯作るでしょ、食べるでしょ、お皿洗いとかお風呂掃除とかお部屋の片付けとかできるんですか？多分。絶対に男連れ込むのだけはやめてよ。男連れ込んでもあんたなんかやらしいこととかすんなって言うの？ないから。いや、ないから。時間ないしね。多分忙しくなると思うんだけど、忙しい中で、また忙しいのに自炊。信じられないことが起きた。私の歌動画が会社の目に留まったらしい。そして私はボンボン TV というチャンネルのオーディションを受けることになった。最初は緊張したけど、メンバーは優しくて話しやすくて、今まで私が生きてきた世界よりも温かくって、自分もこの場所にいたいと本気で思えた。なんだかみんなアイドルみたいで、私の居場所はここのような気がした。そして私はボンボン TV に加入することになった。最初はうまく話せず、ネガティブなコメントばかり見てしまっていた。入って2週間ほどでリモート撮影に切り替わった。慣れない撮影だけど、とにかく楽しかった。そしてもっと頑張るために一人暮らしも始めた。新しい自分と向き合うことがようやくできた。ただ解決してないことが一つある。
懐かしいか。教授、本当にすいませんでした。あ、それよりチャンネル登録したぞ。え、俺も。私も。先輩。最近よく声も出てるようになったじゃねえか。めっちゃ見てるじゃないですか。なんか恥ずかしいな。なんか私たち毎日見てるから久々に会った感じがしない。しないよね。どうしようか。いつでも来ていいんだぞ。ここはお前の研究室だ。なんか吉岡がいないと違うんだよな。そうそう、この人一人だとね、力士の稽古部屋みたいな。お前、なんでお前、力士の研究室っておかしいだろ、お前。じゃあ扉に稽古部屋ではありませんって書いといてください。何でお前、稽古部屋のこと書いといてよ。書いといてよじゃないだろ。まず力士の研究室から行かせてください。力士の研究室ってお前、あれか、お前、こういうなんか水の入ったなんかケースみたいなやつで、お前、眠らされた力士がお前呼吸器つけてこうやってぷかぷか浮いてるのか、お前、こうやってお前、悲しい、すいません。うん、週末に帰るよ。てか、SNS とか見ないでよ。え、恥ずかしいからだよ。パパにもトモコにも言っといてよ。じゃあね。その服いいな。ね、おじいちゃんおばあちゃんに写真見せてあげないと、うん、いただきます。いただきます。あ、てか私カニあんま好きじゃないからパパ取っていいよ。あれ、この前食べてたじゃん。あ、え、なんで知ってるの。いや、勘違いだったみたいな。あ、はい、はい、あ、じゃあカニもらうな。でかさ、お姉ちゃん最近私の服結構着てるよね。あ、ごめん。え、ってかなんであんたそんなこと知ってるの。あ、いや、うん、気のせいだったかも。パパ、お茶入れてくるね。あ、ありがとう。TikTok とかその他 SNS とかも。あんたは見ないでって言うけど気になっちゃうの、私たち家族は。ありがとう。私頑張るね。っていうか好きな動画があるんだけど。何何何見たい。涙が詰まって言えないよ。放課後の教室に差し込む夕日が映し出した、あの頃の無邪気な影を。まだなりたい自分わからずに白紙の未来図。悩みだって可能性だ、多分そうだ。花は散ってまた咲くって、春が来るたび浮かぶ景色。かけがえないつぼみまた一つ。さよならってありがとうって伝えきれない思い乗せて、離れてても不安をワクワクに変えて、これから新生活頑張ってください。頑張りすぎず頑張ってください。頑張りすぎてもね、疲れちゃうと思うので、ちょっと肩の力を抜いて頑張ってください。苦しいことや辛いこともあると思いますけど、それ以上に楽しい未来が必ず待ってると思うので、皆さんで、笑顔で、未来を迎えられたらなと思います。一歩一歩
明日に向かって進んでいってほしいなと思います。応援してるよ。今もね、去年卒業したんですが、皆さんもこれからも頑張って元気よく楽しんでください。入学から卒業までっていうのは必ず何か成長してるはずなので、これをまた次へのね、ステップの糧として楽しんでいただけたらと思います。応援してます。応援してます。これからの生活、いろんなことがあると思いますけども、もういろんなことに挑戦して、失敗して、成功して、もう何でも挑戦していくのが大事だと思います。僕も新しいことに挑戦したいと思います。一緒に頑張りましょう。卒業おめでとうございます。これから新しい環境に行く人も多いと思うんですけども、1年で人は変われると思うので、せっかくなのでこれからの1年、自分のやりたいことに挑戦して、一緒にいい1年にしましょう。応援してます。新しい環境を精一杯楽しんで頑張ってください。新生活も頑張ろう。楽しいことがいっぱい待ってるはず。お疲れビー。大変なことなどたくさんあると思いますが、新しいチャレンジをたくさんして成長できる、年にしてください。頑張れ。楽しいことやワクワクしたことをいっぱい見つけて精一杯楽しんでください。こんにちは、30のヒロインのゆめっちです。大学を卒業された皆さん、おめでとうございます。そして新生活を始める皆さん、ようこそ。私は大学通ってなかったんで、まず大学を卒業するということが本当に羨ましいですし、素晴らしいことだと思います。卒業してね、結構いろんな大変なことも今あると思うんですけど、それを頑張ったらきっと自分に返ってくるんで、今は耐えて頑張って楽しくいきましょう。えいえい、卒業おめでとう。お仕事頑張れ。新生活を始める皆さん、こんにちは、あやいです。はい、ですね、やっぱ私も8年間続けてたことを突然やめて、また新しいこと、それこそ YouTube とかを始めてみようって思った時が、人生の中で一番すごく大事な機会だったし、必要だったなって思う時期なので、やっぱり不安とか葛藤はあると思うんですけど、今得た気持ちがどうであれこれからの素敵な未来につながると思うので、自信を持って頑張ってください。応援してます。そうですね、僕富山に住んでて、引っ越して静岡で一人暮らし始めて、もう友達ゼロにで一人から始めたんですけども、それでもなんとか友達とかできて楽しい大学生活が送れました。こう引っ越したり何か新しいこと始めると不安になると思うんですけども、必ずうまくいくと思いますので、自信を持って新生活楽しんでください。新生活を迎える皆さん、おめでとうございます。おめでとうございますっていうよりかは、寂しい気持ちとか不安な気持ちとかもあると思うんですけど、やっぱりなんかね、進んでいくにつれて、なんかすごいいろんなことに挑戦していったりだとか、新しい出会いとかもね、たくさんあると思うので、みんなで楽しんで進んでいきましょう。えいえいおー。はい、卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。はい、皆さんはですね、これからです。始まりです。いろんな人との出会い、必ずあります。そしていろんな出来事、必ずあります。人生はハードル層です。いろんなハードルを超えて、どん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 強い、自分を見つけていってください。そして楽しい毎日を送りましょう。本当におめでとうございます。頑張ってください。